Hey guys, it's Yuta. So, when people wear kimono in the United States, they sometimes get criticized. But what do Japanese people from Japan, where kimono is actually from, think of? So I showed random Japanese people Katy Perry's kimono performance and asked them questions. Check this out. What?日本が好きなんだなっていうのが伝わってきました。あ、でもまあ海外から見た日本ってこんな感じのイメージなんだろうなっていう、なんか海外の人がこう着物とかなんか日本の文化取り入れてこういうことやってくれるのが普通に嬉しいなって思います。外人さんでも結構似合うもんだね。そうです。あ、そうなんですよ。コスプレとかも結構外人がやった方がサバになったりとかして、ね、嬉しい。むしろ嬉しい。日本人ってあんま日本のものを発信したいとか発信するの下手だったりとかするんで、する海外の人が日本のやつ発信してくれるのすごい嬉しいです ね。なんかもっとやればいい。もっとこういうのが広まっていってくれたらいいのにね。すごい綺麗。日本、うん、綺麗。傘を持って歌ってる。なんか狂気と間違えられる。批判された。批判するポイントあった。もっとおしとやかなイメージをすでに持ってるからな。アメリカ的なパフォーマンスを和服着て日本っぽくやっただけな感じもしなくはないよね、言われてみれば。確かに。アメリカ風にアレンジされちゃってるみたいな。あ、歌ってる人が自分の文化じゃないからここについてどうなのかなって思う人が多いんじゃないかなとは。なんでなんで、よくない。何がダメなの。僕はそういうイメージはないですね。むしろこうなんかすごい受け入れて、その日本の文化を受け入れてもらってすごい嬉しいです。文化って別に変わっちゃいけないもんじゃないしっていう。僕祖母がその日本舞踊の先生なんですけど、確かにちょっと違うなとは思うけど、インドで食べるカレーとさ日本で食べるカレーが全然違うのと一緒だけど、カレーじゃんっていうのと一緒で、日本で海外の料理食べてさ、それが日本風にアレンジされてるものって思っても、あ、じゃあ日本で食べて美味しかったから食べてみようってなるし、その国を知るきっかけになるからいいじゃんね。忍者とか歌舞伎とかなんか一時期すごい、うちらからしたら全然目つけてないところ、すごい外国人の人がこういうイメージっていうのを持ってくれてて、そういうので逆に日本がこうクローズアップされて、いろんな人にこう知ってもらえる、外国の人にも知ってもらえる機会が増えたと思うから、それを考えるとこうやってなんかもう日本を取り上げてくれてるだけで嬉しいなっていう気持ちには。え、日本人からしたらこれありがたいことじゃない。だってだって言い方悪いですけど、そしたらアメリカ人は白人は自分たちが上で日本人よりも上だって思ってるのに、その自分たちよりも格下の日本の文化をこうして取り入れて表現してくれてるわけでしょ。そうですね。嬉しいじゃん。そういうふうに批判する人たちには批判するだけの辛い経験とか思い出があるのかもしれないですけど、でも僕は好きですけどね、こういうの。何かやって批判されないってことはその分何もインパクトないし、その分なんか誰も喜ばせてないしと思うので。日本がその差別されてたことを知らないからそういうことが言えるんだって。言えるんだ。普通にお互いの文化の良さを知って、お互いの文化が好きでっていう風に言ってて、まあ、それぞれやっぱ好きになるところって多分国とか人によっても全然違うと思うから、別に取っかかりは何であれ素敵なことだなとは。その日本文化についてこういう風に知ってもらえるのは素敵なことだなと思います。いや、まあ別にナイス。アイラブジャパン。でも言ってしまうと日本人も今本当にあんまり着物着ないから。そうね。逆に多分外国人よりは日本人がもっと日本文化について学び直さなきゃいけない気がします。なんか例えば着物をカスタマイズしてきたりとか、ちょっとなんか間違って着たりして。でもアイドルとかも今結構そういう着方とかしてたりするから、まあ、なんかそれに関してはなんか外国人だからどうとか日本人だからどうっていう境はちょっとあんまない気がします。それをもとにでも新しい文化が生まれたなら、ね、またそれは
素敵なことだ、素晴らしいことだと思うから、別にそこが日本文化とは違うみたいな批判をしようとは別に思わないです。極端な話、日本のお葬式に派手な着物を着てきたらそれいけないとか、そういうレベルでしかなくて、いわゆるドレスコードじゃないですか。外国人がどうこうじゃなくって、どんな格好でもしていいような場だったら、どんな格好いつでも着ていいんじゃない。間違った着方をしたりとか、カスタマイズしてきたりみたいな。日本で行ったって流派もあるし、でいろんな、どんどん文化って変化していくもんだしね。アメリカでね、アメリカ生まれの着物の流派とかが生まれたって構わないと思うし、今までの固定の正しさとかにこだわるもんじゃないと思いますけどね。間違って着てでも着てくれてるなら、ああまあ好きなんだよねっていうのは。そう、着物大好きって言ってくれればね、それでなんかそれでいいと思うんですけどね。僕大学がアメリカの大学だったのもあって、欧米人の友達も多いのでなんとなく感じるんですけど、そのアメリカってすごく好を重んじてくれるし、みんな違ってみんないいよねって言ってくれるけど、それはでも私とあなたは違うっていうのにがベースにあるというか、だからいろんな文化が、いろんな国の人が集まってきて、いろんな文化がアメリカにはあるけど、一個一個が独立してた上で一つの塊になってるっていうのに対して、日本って他の人の文化を自分に吸収していこうみたいな、それこそ漢字だって中国から輸入してきてもう日本語の中に混ざって、英語だって日本語英語として混ざって、真似しよう、取り入れよう、で自分ももっと良くなっていこうっていう発想があるから、あんま誰かが誰かの真似をしてても気にならないんだよ。なんか方がちょっと違うみたいな、日本人からしたら全然 OK てか、ありがたいことだと思う。 OK だと思います。はい、ありがとうございました。Hey guys, it's Yuta again. Well, buying and wearing kimono actually supports Japanese kimono industry, which is on the decline. So, wearing kimono is supporting Japanese culture. But if you want to learn more about Japanese culture, you should speak Japanese. And if you want to learn Japanese with me, you should click the link, choose your level, and subscribe to my email group, Japanese with Yuta.Also, you can have access to the entire uncut footage if you choose to support me. So click the link and go to my Patreon page. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!